夜丸の首振り回数が限界突破する。一度の首振りから得られる情報とそこから最適なプレイを瞬時に判断する能力も段違いなんやろうな。それを実現できる技術もある化け物じみた17歳やわ。しかも小ぶりと大ぶりみたいな使い分けしてね。自分がピッチの上のどこで、どんな存在として、どんな動きをするべきかを常に考えていなければならないし、その最適解を表現できるプレイヤーこそが至高なのだ。治安が悪くて普段から首振りまくってるから試合中も首振りまくる説好き。バルサの育成なら当たり前の所作だがビだってリップッチだってアルカンタラだってやる。素人って首振り褒めがちだけどサッカーやってたら首は自然に振るよな。わら、ここら辺の小学生でも首振ってます。